を解説していくぜ。またやろうか。本日は90年代生まれのみんなにトラウマを植え付けた。ジャンプ原作ホラーアニメの100物語に出てくる少女の霊。いつホラーアニメに出てくる赤い靴の女の子。OVA 限定のホラーアニメに出てきた、めっちゃ鉄棒に髪の毛が絡みついた女の子。など、トラウマアニメエピソードを3つほどご紹介していきます。もう帰りたいんですが、まあ、幽霊なんて存在しないんですから気軽に見ていただければ問題ないですよ。後ろ後ろ、いるよ。幽霊すでにいるよ。アニメ地獄先生ヌーベイ百物語。地獄先生ヌーベイは週刊少年ジャンプにて連載されていた漫画で、妖怪心霊現象を中心としたオカルトを題材に扱った作品です。今回はこの作品のアニメにて流されたトラウマエピソードをご紹介します。この回はヌーベイに誘われた生徒たちが夜の学校で百物語をするという話です。ここでは生徒一人一人が順番に怖い話を披露していくのですが、生徒の一人ミキが披露したエピソードがなかなかのトラウマもんだと知る人は言います。校庭にいるミキ、その背後には見知らぬ少女が。ねえねえ、ブランコどこ。なんや転校生か。ブランコならあっちや。あれ、振り返ると少女はすでにいません。先ほど指さした場所を見るとすでにブランコで遊んでいる少女の姿が。いつの間に。まあいいか。ねえ、運転はどこ。え、あっちの方やけど。嘘やろ。なんなんやあの子。だんだん気味が悪くなってきたミキ。ねえねえ、滑り台はどこ。お、屋上や。という感じです。ミキが噂話好きという設定があったこと、また原作ではミキが話し始める前に、いや待ってました、ミキはこういうの天才だからな、と他キャラが発言していることから、その発言への説得力を持たせるために演出に気合が入っていたと思われます。他ヌーベイのトラウマといえば、テケテケ、レイ、人体模型、メリーさん、海南法師、赤いちゃんちゃんこ、枕返しなどが有名ですが、アニメ放送時にすでに原作に掲載されていたテケテケについては怖すぎるという理由などからアニメ化できませんでした。このように怖すぎて映像化できないエピソードを楽しみたい方は、ぜひ原作をご覧ください。学校の怖い噂。花子さんが来た。赤い靴の女の子。学校の怖い噂、花子さんが来たとは、1994年よりフジテレビ系ポンキッキーズ9のコーナーにて放送していたキッズ向けホラーアニメです。花子さんのトラウマといえば、トンカラトン、サッチャン、人食いランドセルなどがありますが、今回はその中でも幽霊の表情が怖すぎると話題の赤い靴の女の子についてご紹介していきます。とある街で女の子が次々と消えていくという奇妙な事件が続いていました。しかも赤い靴を履いた女の子だけが消えていくということ。その街に住むゆきえちゃんは、お友達のお誕生日パーティーに行くときに赤い靴を履いて出かけていきました。その道中、ねえ遊ぼうよ。ゆきえちゃんが振り向くと、そこには裸足の女の子が。でもゆきえちゃんはこれから用事があると、それを断ります。これから友達の誕生日会があるんや、すまんな。その時ふと裸足の女の子はゆきえちゃんの身につけている赤い靴に気がつきました。そして、この赤い靴が欲しい。もちろんそんなことはお断りや。そう、くれないの。誰もみんな私と遊んでくれないし、赤い靴もくれないのよね。いいわよいいわよ、遊んでくれなくって。どこだ、赤い靴ちょうだい、赤い靴ちょうだい。そして赤い靴を奪われ、そのままゆきえちゃんの手を掴んで空の彼方へ消えていったのです。このエピソードはまずキッズアニメとは思えないほど女の子の顔が怖いこと、またゆきえちゃんが連れ去られているのに花子さんが助けてくれないという展開が当時の子供たちの恐怖心を煽りました。またこれは当作品全般に言えることですが、不気味な BGM、 ナレーションの無機質な声、キッズアニメとは思えないほど残酷なオチなど、こういった複数の要素が絡み合い、世のキッズたちへトラウマを植え付ける作品となっていったのかもしれませんね。学校の幽霊、鉄棒に絡みつく髪。鉄棒に絡みつく髪は、投稿者から寄せられた霊体験を描く OVA、学校の幽霊という作品に出てきた2分程度の短編アニメです。ある日、子供が鉄棒から落ち、首の骨を折って死んでしまった。その事件以来、その鉄棒では、奇妙な事故が続くようになり、というセリフと共に始まります。え、怖っ。内容としては、髪の長い少女が、高さのある鉄棒をしようとします。行こうよ。ぐるんぐるんと回る少女。わぁ、すっごーい。しかし次の瞬間、なんと長い髪の毛が鉄棒に絡みついてしまい、少女は髪の毛に引っ張られるように、宙吊りになってしまいました。悲鳴を上げる彼女、そのまま体の重さに引っ張られた髪の毛が、キャー地面に横たわる彼女、その顔がこちらにふっと向く、といった内容になっています。この作品は学校の怪談がブームになっていた90年代のアニメビデオ作品。しかし子供向けとは思えないほど怖い。青野武さん、大塚風中さん、岩尾純子さん、金井美香さん、三石琴乃さんなどの豪華声優陣、トラウマ必至な黒描写など、結構な本気度を誇る OVA です。他のトラウマエピソードとしては、壁をよじ登る少女、赤ちゃんを抱いた霊などなどがあります。もし興味のある方は、今は DVD がありますので覗いてみてはいかがでしょうか。いかがでしたか、あかりちゃん。あかん、もう一人でトイレ行けない。私も。お前もかよ。そんなんなるなら最初からやらなきゃ。ええ、やろうな。試せや。ご視聴ありがとうございました。もし皆さんが取り上げてほしい作品などありましたら、ぜひコメントで教えてくださいね。まだこれ続くんかいな。うちもう心臓持たんて。